今回はリビングルームのルームツアーをしていこうと思います。でまず最初はこちらのコーナーラックなんですけれども、でこちらのコーナーラックは IKEA で買いました。棚の一番上のところには以前動画の DIY で作ったフラワーボードを飾っています。でこちらのこの2つなんですけれども、こちらは伊勢神宮の影横丁で買った、招き猫なんですけれども、こんな感じで倒しても起き上がってきます。はい、かわいいです。幸せこいこいやってこいと書いてあります。こちらは犬の置物ですね。こちらは3コインズで買ったんですけれども、中がキャンドルになっています。フレグランスキャンドルでふんわりジャスミンの香りがして、はい、すごいいい香りですね。2段目はでこちらなんですけれども、裏にこのオンオフがついていて、はい、ライトがつくタイプになっています。こちらは2つともニトリで買ったと思います。こちらはディオールのミニサイズの香水です。こちらのトレーの上にはリップクリームと目薬とあとボディクリームが置いてあります。結構乾燥するので、はい、すぐパッと使えるように置いています。これは髪をカシャンと留めるやつですね。で奥にはノートが置いてあります。でこの下がちょっと隠してあるんですけども、ぐちゃぐちゃしてるんですけど、キャンドルとかをつける時のライターとあと鏡ですね。ハサミとかペンですね。スマホをこう立てられるスタンドですとか、あとはお気に入りのディフューザーの詰め替えもこちらに置いています。ここはぐちゃぐちゃして見えるので布で隠しています。はい、でこちらはウェットティッシュが、はい、入っています。一番下なんですけれども、小さい三脚とこちらのボックスの中にですね、一眼レフとあとレンズを入れています。中にこの乾燥剤を入れています。でこれはカメラのバッテリーになります。こんな感じでいつも下に置いています。コーナーラックの隣がテーブルと椅子が置いてあります。奥の椅子は実家から持ってきたので、ちょっとどこのものかがわからないです。でこちらのテーブルはネットで買いました。でこちらの椅子はネットで買ったんですけれども、これはこうくるくるっと回ります。メーカーは全部バラバラでこう3点セットで合わせています。今テーブルの上にはディフューザーとキャンドルを置いています。こちらがソファーになるんですけれども、このソファーは確か雑貨と家具が売っているようなお店で買ったと思うんですけれども、はい、ちょっと詳しいお店を忘れてしまったので、はい、ちょっとどこのものかがわからないです。3人掛けなので結構ここでゴロンと寝れたりもします。ソファーの後ろに置いているのが、はい、ライトなんですけれども、これは3コインズで買いました。これはブランケットが置いてあります。こちらはフランフランのものです。クッションカバーは3つともニトリで買いました。このソファーの下に置いてある、はい、これなんですけど、この上のクッションもニトリのものになります。すごいもちもちで気持ちがいいです。こちらの下は Amazon で買いました。照明はこちらもニトリで買いました。ミニタイプのテーブルを1つ置いています。これはネットで買いました。でこちら側にテレビを置いています。テレビ台の周りはこんな感じになっています。上にはキャンドルやあと A とか置いています。でこの奥のこの2つはカーテンを留めるものになっています。この間に、はい、リモコン類を置いて、で横に DVD ですね。この星はダイソーで買いました。反対側にゴールドの方も置いてます。お気に入りの小鳥の置物を上に置いています。この棚の部分にはパソコンと、ここにはティッシュを入れてます。隣のこちらはパソコンの電源やとマウスを入れています。横は変換器とか、あと iPhone の充電器を入れています。一番この奥にはすぐパッとこう掃除ができるようにこれをいつもここに置いています。でテレビに結構いろんな線がつながっているので、これでこのごちゃごちゃを見えないようにしています。ここに引き出しは DVD とかを入れています。こんな感じですね。ということでリビングはこんな感じになっています。今回も最後までご覧いただきありがとうございます。よかったらチャンネル登録もしていただけたら嬉しいです。
それではまたお会いしましょう。バイバーイ。